この星に眠る未知のエネルギー、精霊。精霊を宿した者は魔女や魔人と恐れられ迫害を受けてきた。二つの国が辿った運命は長き戦いの道。一年前も今も僕の目的は変わっていない。戦いを終わらせたい。こんな幸せな都市があるのに、どうして私たちは憎み合ってるのかしらね。今のこの戦争が長引いている理由ってのは感情論だ。ここまで来ると理屈じゃ止められない。貿易港三市 N07 部隊、1年ぶりに再結成だね。私たち精霊使いと帝国の犬は相入れぬ存在だ。帝国との全面戦争をお望みですか？もちろん。それこそが100年続く精霊使いの悲願だからね。能力解放、帝国兵消去する、そういう命令。何もかも簡単に勝てるわけじゃない。お前に自爆まがいのやり方を教えたのは誰だ？帝国に紛れた魔女ごときが俺の邪魔をする。儀礼を詫びるわ。これがほんのお詫びの気持ち。私の本気を見せてあげる。この札は2枚で1つなのさ。彼はいつだってお嬢ちゃんの近くにいる。あらゆる因果に負けない強い運命で結ばれているよ。あなたは次の女王になるべきお方、帝国剣士イスカとの因縁断ち切らせていただきます。正門は私の誇りだけど、君がどう思うのかそれだけは知っておきたいの。黒金の後継イスカが連れ去られたようです。いかがいたしましょう、天帝陛下。全ての精霊の力をもって俺は王を超越する。ラインジャー、貴様の大罪100の残滓でもあまりあるぞ。ねえイスカ、もし私が力を貸してって言って君はお願いに応えてくれる？俺の目指す地平はさらに先、人と精霊の統合にある。今回だけ手を貸すよ。この白神がアリスの敵で間違いないんだろう。100年前、偉大なる始祖様は帝都を火の海に変えた。その再現さ、これが我ら精霊使いの復讐の炎と知りたまえ。僕は帝国で、アリスは王朝。相入れないのは思想と立場だ。僕が戦う理由も正門じゃない。じゃあ私のことは何て思ってるの？戦場のライバル。僕が目指す未来はそこにない。私の目指す世界も。お前が私を止める未来などない。星の怒りを知れ。あなたはもう王朝の英雄でも何でもない。今この時代にあなたは必要ないわ。だからお前はもう一度100年間眠ってろ。僕はこの戦争を終わらせる。私は迫害のない世界を作る。そして僕らの世界を変える聖戦が始まった。